とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワーで入手した装備でボスラッシュやっていきたいと思います。今日使う装備はこれですね。まず、覆われた怒りです。アーティファクトシナジー、リフレッシュ、吸血、クリティカル。そして反逆者、クールダウン入ってます。蝶のクロスボウ、マルチショット、ダイナモ、貫通です。アーティファクトは、ドラ、雷の矢筒、卵天狗だけ。これで行ってみましょう。それでは、まずは、こいつから行きましょう。ムーシュルームモンスターズ。おお、すげえ威力だ。すごい威力だな。では次、大釜行きましょう。今回ちょっと弓使わず行こうか。おい余裕すぎやろ。すごいな。やっぱアーティファクトシナジーがすごい強いんだろうな。次、ここですね。やっぱりね、反逆者は近接でむちゃくちゃ強いね。反逆者は近接使うなら、もうすごい強い。最高だわ。次はこいつ行きましょう。出てくるとこどこだ？わかんないんだよな、若干。どこ？あ、いたいた。そうか。そうか、そうか、そうか、そうか。ドラ入れるの忘れてた。ドラ入れれば多分ワンパンだったかもしんないね。どうしても忘れてしまうな。それでは続いて、ここ邪悪な村人の王ですね。ドラ使って大丈夫かな。ドラ使って、いや間に合うか。5秒ぐらいで確か回復するんで、まずは腕で倒しちゃいましょう。あ、いや厳しいな。回復せんわ。回復しない。あ、マジか。ちょっと回復してない。待て、 OK。 あとは毒で。よし。おお、ギリギリだったな。なんかそれでは次どんどん行きましょう。なんだっけこいつ。邪悪なレイスだ。邪悪なレイス、どう倒そうか。そんな強いやつじゃないから、まあまあドラを当ててからの攻撃でいけるか。あー、まあ微妙なところだったな。クリティカルが出れば多分ワンパンでいけたろうけども、いやでも多分あの毒ダメージを待ってても倒せた感じだな。こいつは弱い。次は海底ですね。もう矢がほとんど意味をなさないので、ちょっと戦いに、あ、いや大丈夫だ。意外といける。意外と飛んでくれる。ただ難しいんだよな、まあ、とりあえずザコは即倒そう。やばい、息が続かない。まあ、263で HP 高いからまだなんとかいけるね。ほいって、よし、 OK。 おっしゃ、何なんだ。あ、そうか、マルチショット出たな。今のマルチショット出てほぼほぼワンパンで倒しきれた。やっぱマルチショットがついた無限ダイナも強いわ。次ジャングル行きましょう。忘れてた。ダイナも溜まってない。もうこれ仕方ないね。これでいくっきゃないわ。まあまあ十分十分いけるわ。 OK。 おん、見てみこの破壊力。いいね、いけるか。一応まあまあまあダメージ出るな。じゃあ、じゃあ、問題なし。次行きましょう。
テンペストゴーレム、ここはね、この怒りだから結構得意かもしれない。よし、 OK、 かなりよし。いやー、あんまりダメージ入らん。いや、でもいける。 OK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  悪くないよ。これ入ってるのか、わからん。まあいいや、いける。あとはもうこれだけでいけるわ。よし、あー、やばやべやばい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 。よし、ラスト、オッケー、いいねー。では最後、復讐に燃えたエンダーの心臓、いけ。おい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 、ゴリゴリ食らった。あー、やりにくいな、やりにくい。これは本当にやりにくい。こいつはマジか、やりにくい。んやんやすげえ、つい。よし、 OK、 ダイナモがね効いてないっていうのはね。よっしゃ、あー、ダメだ。いや、ワンチャンこのダイナモでね、あー、食らう。マルチショット出ればね、いけるかと思ったけど、そううまくはいかんね。マルチショットの発生率 40% ぐらいか。さすがに毎回のようにはいかないよね。てかダイナモ切れてるし、いつの間にか。マジでこいつが潜ってる間、うわー、嫌だね。まあ、極力避けましょう。避けつつダイナモをちょっと貯めてなんとかしよう。 OK、 でも一発か。ちょっと待って、おめえ、なんかめちゃめちゃ食らったぞ。いやー、最後危なかったね。でもなんかこうカバンじゃなしに戦っていくっていうのは面白いね。うん、いつもねカバンばっかりだったんで、それ以外で行くっていうのはなかなかスリリングで面白いです。皆さんもたまにはやってみてくださいね。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。